カフルイ鉄道はアメリカ合衆国ハワイ州マウイ島の中央部にかつてあったサンフィート狂気鉄道でハワイ最初の鉄道であった。カフルイ砂糖工場の砂糖機微列車1876年にハワイ王国がアメリカ合衆国政府と砂糖の輸入に関税をかけないとの合意をするとハワイの砂糖産業は大きく飛躍した。1879年に マウイ島カフルイの郵便局長のトマス・ホーブロンは、ワイ・イルクからカフルイの港へ、カフルイワイルク鉄道を敷いた。これは、ハーイ王国で初めての鉄道で、月曜から金曜までのみに、過客列車が走った。翌年にはパヤまで延長されて、カフルイ鉄道と呼ばれるようになった。1884年にはスプレッケルスビルへの支線が、できた。1894年に、 ハワイがアメリカ合衆国巡州として併合されるまでは、郵便はアメリカ合衆国郵便公社が作ったハワイ独自の切手を使った。1899年にはハワイ商業座等会社に買収された。1906年にはカフルイ行への支線も完成した。1913年にはさらに東へマリコ渓谷を越えて廃棄、クヤ派へ延長された。これには、 ハワイ最も高い橋を建設した。1959年からは、ハワイで最も長く87年も続いたの鉄道になった。1962年に、ハワイ商業座頭会社は、アレクサンダーボールドウィンに買収され、1966年には、鉄道の使用は中止され、マリコ橋は解体された。機場と鉄道車両は1970年に開通した。 観光用のラハイナカーナパリアンドパシフィック鉄道に使われた。カフルイ鉄道のかつての車両はハーイ州マウイ島プーネネにあるアレクサンダーボールドウィン佐藤博物館に展示されている。また当時の同系のボールドウィンロコモティブワークス製機関車プレイリーはアイオワ州のミッドウェストセントラルレールロードにある。カフルイ鉄道の機関車群の異様。ありがとうございます。